皆さんにお願いがあります。まずですね、一応今日一生懸命私たち、編集本日はご来場ありがとうございます。私は、花上げ鎮魂隊の代表のボス後藤です。は後ほど出てきますので、その時までちょっとお待ちくださいませ。特に3部はですね、祭り気分で、メンバーが一気に盛り上がりますので、最後までどうぞごゆっくりご覧くださいませ。ではショータイムを始めたいと思います。ですね、最初の曲、ちんどん屋定番曲竹須千鳥からスタートいたします。どうぞ。
ではー。
けがえのない家族はもちろんなんですけれども、話のメンバーというと心の支えになりました。それでですね、でも治療が進むとですね、体が衰弱をして心が重くなるんです。それでいかん、これでは立ち上げといてやめられないという気持ちで、私は曲の歌詞を書き、メンバーに曲をつけて、演目を増やしました。笑うとね、元気が出るんです。だから今回皆さんにいっぱい笑ってもらおうと思って、ただうちのアナチュのメンバーもですね、笑顔が大好きで食べ物だと思うんですですから、すごくそれを食べさせるとですね、妖怪のように大好物なんです。本当に皆さんもいろんなことがあったとしても、自分で大きな声を上げて笑うということを大切にしてもらって、あの時ハナチンがバカなことをやっていたなと思い出してくれたら、私たちは幸せです。では、最後にね、皆さんで私たちのハナチンのモットーであります、笑う角には福が来る、まあ、70近いので福来たるを皆さんで叫んでいただいて、この回を終わりにさせていただきたいと思います。ご用意はいいですか？笑う角に、笑う角に、あ、違う、では行きますよ。それ笑っていただくだけでこんなに幸せなんだなと思いました。私たちやった甲斐がありましたよ。そうでしょ、お祭りが一番やっぱり私たちの推しなので、やっぱりこういいよね、昔からの音楽はっていう思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのおかげで本当にここまでたくさんのお客さんに来ていただいて、面白い演目ができたかなと自負しております。これからもよろしくお願いします。